レギー・イーナは2012年から2016年まで活動した日本の女性アイドルグループ芸能事務所スリーライズ所属の女性モデルレースクイーンからなるユニットであった。レギー・イーナ結成のきっかけとなったシテック・ジャパン会場の幕張メッセ結成から解散まで唯一在籍した最年長メンバー有馬彩香2012年10月に行われた。 シテックジャパン2012において、テコネクティビティグループの PR 活動の一環として、スリーライズ所属の立花咲有馬彩香、彩り嫁の3人が選ばれ、同ブースのイメージコンパニオンユニットとして、レジーナが結成されたのが始まりである。しかし2013年2月に、彩り嫁が脱退。代わって、立花かな、新城千歳、桜木優衣の3人が新加入し、同時に、 ユニット名をレギー,イーナに変更する。この表記は振付師のリョンリョンと共に考えたもので、生命判断で調べた末に決まったという。以後もライブ活動を積極的に行うほか、協定番組で坂上忍と共演する等の活動をしていたが、2015年5月4日のライブを最後に立花と桜木優衣が脱退。それ以降は、有馬かな、 新庄の3人で活動を続けていたが、2016年6月5日、六本木レックス東京で行われた、スリーライズ10周年記念イベントをもって、解散の運びとなった。イオンモール北戸田レギーイーナが、ラウンドガールを務めた、VTJ の過剰となった大田区総合体育館2015年10月に、VTJ の大会が行われた、沖縄県立武道館扉デュキュメント、 オブミュージッククリップシューティング、インタビュー音あやかインタビュー音、かなインタビュー音ちとせメンバー単独での出演は、個人の功を参照。ありがとうございます。